で東雲さんからですね、はい、INTP だが NTJ が行きづらいのは2人が言った、まあ、この本に書いてあった、うん、J っぽい実は情に深く組織思いな特性から来るものだと思うと。 NTP 型が組織で自分の考えを重視されなかったらもういいってなるが、組織のために考えること自体をやめる NTP 型、はい、どうなっても知らないってなるよと、はい、僕もその気持ちは分かるんですね、はい、でそういう P っぽい柔軟さと違って NTJ の人方は NTP よりも意外と頑固なので悩みやすいんだと思うと。動画でも非妥協性っていうのが出てきた、うん、INTJ さんですね。でその通りだと思うよと。 NTJ と違い NTP はすぐ諦めると。NTJ は納得できないけど仕方なく従う。 NTP のようにはなれないから生きづらいのではみたいなの、うん、まあ自分の中の理屈が正しい、これが一番正しいんだというタイプですよねきっと。でそれをだからこれこういうふうにした方がいいよって言いたいんですよ組織だから。ディスってないんですよ、本当にそうした方がいいと思って言ってるみたいな話ですよね。あんたの感情をもうちょっとみたいなことを本気で思って言ってるみたいな 話じゃないですか。もうちょっと感情を抑えた方がいいよみたいな、問題解決、大きなお世話なんですけどで多分受け取り側はなるよって話じゃないですか。すっごいこれで生きてきたんですけど50年、はい、まあ、うまくは言ってませんよどうせで多分そういうことをしてると INTJ もうまくいかないんですよ、言うこと聞かないからお互いね、はい、お互いね、はい、聞く耳は持ちましょうねって話ですね、はい、でこの INTJ 関係のコメントで言いますと、さくらさんからいただいたのがですね、はい、INTJ は沸点を超えると思わずきついこと言うけどマウント取ってるつもりもないし事実を率直に話してるだけなんですよ。今言ったようなことですよね。むしろ心にもない嘘をつく方が悪だと思っています、はい、太ってるね二等兵さん、はい、もうちょっと痩せた方がいいよ、こういうの食べた方がいいんじゃないのって言う人じゃないですかなるほど、はい、でも日本は忖度文化だからそんな生き方では浮いてしまうと。でまあ昔多分裏であの子なんかおかしいよねって言われてただろうと思うみたいなことをいただいてます、はい、うん、まあ、そういうこと言っちゃうって話ですよねきっと。なるほど、はい、そんなこと言わなくていいのにみたいな、太ってるなんて言わなくていいのにみたいな話ですよね服用かもダメですよそんなのその多分太っててそのままじゃなんか健康に良くないよみたいなことをそのまま言っちゃうみたいな話ですよね。大きなお世話なんですよはい、はい、ヤンバルさんごきげんよう。何かをするとき邪魔になるのは人権みたいな話にも思えるかもしれない。感情は邪魔、まあ、感情は邪魔とは言わないですけど、問題の多くは感情から起きてるんでその感情を解決しなきゃいけないとは思いますけどね。でも感情的になってる、感情でなんでこんなに感情的になってんだろうみたいなことは思いますけどねあ、誰かが、はい、怒ってる時、はい、もうそんなどうでもいいじゃんみたいな。あ、僕もね、なんかね、はい、激高するタイプではないので、はいはい、そういう人を見ると、はい、あ、羨ましいと思います、はい、なんかあの怒れる人って出世するって言うじゃないですか、うん、はい、いいなーって思います、はい、なんか自信があるんだなーって思うんですよ、うんうんうん、やっぱ自分に自信がないので怒れない、ね、怒れない、はいはい、自分が間違ってるかもしれない、その可能性が高いんですよ、はいはい、TI 反芻してるみたいですね。 TI 内向思考、はい、主機能が内向思考って、はい、自分がどう考えるかですよね。思考って難しいですよね。まあ似てますけどね、感情と。ちょっと読んでいいですか、はい、思考、簡潔明瞭であることを好む、はい、僕もそうですよ、はい、それぞれの解決策にどのようなメリットとデメリットがあるのかを知ろうとする、はい、まあ、僕もそうですよ、うん、分析的で客観的なすべき論的な立場を取りやすい、うん、あ、この分析がちょっと足りないかもね僕は、うん、冷静な論証がされることで納得しやすい。まず目標や目的を述べる。気持ちを二次的な情報として位置づける。会議ではまず課題解決に取り組もうとする、うん、もうでも僕もそうですよ。でもこうなんか会議とかって、はい、なんかわーってやってるじゃないですか。それに何か問題あるのって言いたくなりますもんね。あ、それは分かる時もあります、はい、
何を途中から何をやってるんだろうって、何をやってるか、なんかもうそこどうでもよくないみたいな会議多いじゃないですか。ある、それこっちでもこっちでもそう変わんないんじゃないのみたいな。ある、はい、はい、正統派 MBTI 内向型は外向にはむしろ補助機能が目立つ。ソチオニクス、内向型でも主機能が透けて見える。あー、なるほど、うん、なるほど。でも、まあ、順番が逆でしたよね。その辺なんでしょうね、はい、仮面巨人さん、ごきげんよう。ごきげんよう。僕は F 友人屋による F のプロレスにより、 F は感情がコントロールできない子供っぽい人のように思えてしまいますが、正しくは空気を読めたりメンツや義理人情の世界観ですよね。はい、大人な人ですね僕は僕の仮面かぶってますから。はい、はい、篠宮さん、ごきげんよう。ごきげんよう。 F が今は謝っといた方がいいよっていうのと同じ感じか。でも謝っといた方がいいよは僕もありますけどね。 S 的に、あ、ここ謝っとけば解決するなみたいなのは。だって問題解決が先な一番なんですよね、はいはい、あ、もしかしたら問題と思ってるその問題の、うん、なんか N の人だから問題のさらにその根源みたいな話じゃないですか。そう、今思ったんですよ、はい、もう捨てる問題が違うんだろうなって、はい、僕はなんかこの問題だって言ってる人の、うん、まあまあをやることなんですよ、はいはいはい、この人がいいよって言ってくれれば、うん、問題解決なら、はい、問題解決なんです、はい、でも N の人が目指してる INTJ の人が目指す問題解決が、はい、この人が抱えている問題を、はい、こうした方がもっと良くなる、もっと良くなるし妥協しないって話じゃないですか。もう この、まあ、これはもうこういう風にした方がもっと良くなるは僕も思ってたりするしますよね。いや、僕はこの人が先ですよでもまあこれもうちょっとこういう風にした方がいいんじゃないかとか思うことあるじゃないですか。思ってたとします、はい、はいはい、だけどこうなんかいろいろ妥協するわけじゃないですか。まあいいやってだってもう、うん、はい、だって僕の人生だもん。はい、で妥協した方がまあなんかそれなりに自分が行動しやすいなとかいろいろ考えるわけじゃないですか。だって決定権この人だもん。はい、でそこで妥協できない人たちですよね。あのどこかでやりますが、はい、世界にバカは4人いるっていう、はい、4タイプに分けた本、はい、これやっぱりここに書いてあるのは、うん、コミュニケーションの決定権は他者が持っている、はいはい、これアグリーですよね、おそらく、はい、コミュニケーションの決定権は他者、はい、だとするともうこの人が問題なので、はい、この人をどうするかがまず、そう、この人が解決したらもう解決なんですよ、はい、これ間違っ、うんと、まあ、状況によるって話ですよね。あ、 で、はい、でもこの人がこれでって言ったら、はい、もういいやになるんですよ僕なんか、まあ、上司だと、上司とか、はい、で結局他人じゃんって、まあ僕的にはでもまあ違う気はしますよね。僕のとは種類が違うというか、あ、僕の謝っとけばいいの、はい、はい、僕はまあそこも問題なわけじゃないですか。この人が怒ってるっていうのも問題で、ここの問題もあって、はい、なんか全部トータルで考えて、まあ、ここ謝っとけばまあこっちの問題に取り込めるかなとか、なんかそういうのがいろいろあるわけじゃないですか。トータルでどこが得かみたいなのを探してるみたいななるほど、あ、はい、っていうと僕はもうこの人だけです、はい、だと僕とはちょっと違う、ちょっと違いますね。全部の問題のトータルでどこがバランスがいいところかなみたいな、じゃあここ謝っとこうって思うし、謝らないとこうって思うしみたいな。なるほど、はい、素直、僕は素直です。あ、その INTJ がじゃないですか。多分そうなんでしょうね。プロレスとかよりもただ本音を言ってるだけ。ああ、これが本音だとすると、はい、なんか僕の中では、はい、大丈夫が出てくるんですよ。だからそういうとこですよ。太ってるけど大丈夫って、っていうと、あなたその言い方で大丈夫って思うんですよ。え、僕ですよ、はい、俺に言ってもいいと、はい、俺に言うのは構わんはい、ただその、まあ、そういうとこですよって話ですよね。まあそれを分かってはいると思うんで、我慢はしてるんじゃないかなって。で我慢して自分の中でイライラしてるみたいな、で生きづらいって言ってるんですか。で生きづらいって言ってるんですよ。いや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 言えないから生きづらいんですよ。人を傷つけて生きづらいって言いますか。あ、だから傷つけないようにもう我慢して我慢して生きづらいって話ですよ言えないから生きづらいんですよ。でたまに言うとボンってなるみたいな、で仲間外れされるし、そうだから進んでも生きづらいし我慢しても生きづらいって話ですよね。だから生きづらいって話ですよ
ごめんなさい、面白いです、はい、っていう話ですよね。もう言ってすっきりするんだったらみんなに嫌われても堂々としてるから生きづらくないんですよ。もう嫌われてもいいんじゃないですか。人を傷つけても平気なら、うん、でも正しくないっていうのは分かってるわけじゃないですか。 INTJ その相手を攻撃してやろうって意味じゃなくて、はい、相手のことを思って太ってるよって忠告するわけじゃないですか。まあ、太ってるよじゃないんですよね。まあ近しいこと、まあ、例えば、はい、例えば、はい、太ってるよって言ったとしたときに相手が傷ついたり怒ったりするわけじゃないですか、うん、じゃあ我慢しようと思って我慢するのが苦しいみたいな話ですよね。まあだって補助機能が出てるわけですもんね、はいはい、でこう太ってるよって言って相手が怒ったり傷ついたりしたってことは自分が悪いっていうのは分かるわけじゃないですか。あ、相手が急に怒り出すわけですからね、はい、そうするとしまったなっていう、それは正しくないなっていうのも分かるわけじゃないですか。こういうこと言っちゃいけないなみたいな。なるほど、はい、